はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、立夏デッキをですね、ご紹介していこうと思ってまして、新しいカードが立夏に来たわけじゃないんですけども、この神羅の武闘後ピオネっていうモンスターがめちゃくちゃに強いんですよ。これ、まあ、植物属デッキであれば何で使っても強いんですけど、立夏で使ってももちろん強いということで、今回はこのカードを入れた新立夏、使っていこうかなと思ってます。これ多分ね、なんか新しいイベントでなんかなんだっけ、アトリビュート4みたいな、あれとかでもこのデッキ結構まあ、ちょっとエクストラ若干いじんないといけないんですけど、これ使えると思うので、よかったらね、回し方ちょっと参考になるかなとは思うので、ご覧いただければなと思うんですけども、このモンスターどういう効果を持ってるかっていうと、リンク召喚に成功した場合、植物後モンスター2体で作れるんで結構簡単です、このデッキだったら。で、リンク召喚に成功した場合にデッキの上からカード3枚めくって、その中に植物後モンスターがあったら、そのうちの2体までを、特殊召喚できて、で残りをカード墓地送るという効果があるんですよね。で、さらにリンク先のモンスターを墓地のモンスターのレベルと一緒にするという効果があって、これでランク4とかランク8とかめちゃくちゃしやすいんですよ。だから、ピオネのリンク先に置いたモンスターのレベルを勝手に操作してエクシーズ召喚をしていくことが簡単にできるということと、あとね、この残りを墓地を送るっていう効果も偉くて、これ例えばさ、今石図とかめくれて墓地落ちると普通にそのティアライメツメタになるんですよね。だからこの辺の相性も結構良くて、まあ、今回ちょっとティアラメンツが多すぎるんで、普通に石づきビック入ってるんですけど、この辺のカードと直接相性が立夏いいわけじゃないけど、ピオネとはかなり相性が良くて、落ちたら普通に墓地メタになるんで、なんで、この辺の効果を、まあ、使って石図を墓地に落としながら、まあ、立夏ムーブをしていこうかなと。で、結局立夏一番強いのはこれなんでね、立夏コンコンっていうフェード魔法ね。これ立夏モンスターがいる状態だとデッキから立夏魔法トラップ毎ターンセットできるし、あと、一旦に一度、立夏カードの効果発動するために、代わりに相手のモンスターをリリースするとかいう、なんか地獄みたいな効果あるから、これを使って相手のモンスターをリリースしながら、なんかその無効にしたり、パクったり、まあそういう動きをして、まあ戦っていく感じになりますね。はい。かなりですね、強いと思います。はい。言うて、この時使ってる感じは結構強かったと思うので、ぜひね、皆さんも、多分イベントとかかなり強力なテーマになるんじゃないかなと思うんで、使ってみてください。ぜひ、ティアードロップちゃん。めっちゃ可愛いしね。はい、デュエルスタンバイ。さて、本日も元気にティアードロップちゃんの、パンティを眺めていこうと思います。ハンド的にはまあまあですね、まあまあっていうか、まあ強いか、これは普通に増人もケアで言うしな。ひとひら召喚、立夏コンコンの効果によって最強トラップカード立夏の薄いを手札にセットしていく。そして、ひとひらの効果を発動。ひとひらの効果によって立夏の白姫を手札に加えていく。そして、立夏ちゃんはとりあえず一旦リンク召喚して、あんまり意味ない気がするけど、まあ、一応リンク召喚して、で、白姫の効果によって自分のと、フィールド上に特殊ができるという効果で、この後、植物属しか出せないという効果ですね。で、さあ、パチンコしていきまーす。パチンカツしていきまーす。パチンカツしていきまーす。かなり、レベル6が出る確率は高いと言っていい。よし、いいぞ。強すぎてクソ。強すぎてクソ。リッカーだけに。強すぎてクソ。これさすがに強すぎる。やばい。クソ上振れた。クソ上振れた。やばい。リッカ製ボタン。これ先にあれか。これ、絢爛でよかったな、これ、普通に。これ絢爛でよかったセットすんの、これまあ、こうなるんだったら、まあまあ、結果論か。で、ピオネ効果、すいませんね、ちょっと回しないでないもんで、まだ、レベル4のモンスター2体でオーバーレイネットワーキングを構築。エクシーズ召喚現れよ。立夏性ストレない。ちなみにこのピオネの墓地の送る効果マジ何でもいいんで、なんか石図とか落ちたら石図送れるんですよね、これ普通に。はい、マジで強いです。まあ、とりあえずちょっと送ったカードもね、これストレないちゃんは回収できるっていう最強効果なんで、これで一回ちょっとリリボリア持ってきて、で、まあ、立夏絢爛発動しましょう。立夏絢爛の効果によって、モンスターをもちろんリリース。ストレナルちゃんをリリースすることにより、自分の、デッキからモンスターをと、手札に加えることができる。これによってスノードロップと、まあ、でもなんだかんだね、薄らいとかいうカードやばい、やばい強いんで、まあでも言うて正解か。まあなんか言うてこれね、今ね、なんかこんな展開できてるけど、こんなにね、上振れることあんまないからね。今はかなり上振れています。はい。で、まあ、とりあえずハイペル出していく。ハイペル出して、で、エクシーサイを追加していく。
こいつ相手なのにね、あの素材の種類のやつ無効にできるっていう効果なんだけど、そうですね、まあ、ちょっと一回立花コンコン発動して、でハイペルの効果使って魔法カードを吸収しておきましょう。自分の墓地のこれで魔法カードモンスター効果どっちか一回止めれるみたいな感じですね。はい、ハイペルトンちゃんで、ピオネリリースのちょっともったいねえな。セリオンズリリーボレア出してからでいいか。ちょっと若干もったいない使い方ではあるが、まあとりあえずドリアスを、これあれだな、セリオンズクロスとかを入れればセリオンズクロス一応採用できるね、普通に。そうすると棒が1個増えるから、まあ、それもありだな。ピオネもうリリースしちゃって、うん、全然あり。まあ、この盤面だったらね、まあそれはでも上振れ展開みたいなとこあるけど、まあ、レベル8のモンスターに対してオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、立花生ティアードロップちゃん。はい、パンツ完全に見えましたね。皆さん見えましたか？僕は見えました。で今、何が起こってるかと言いますと、ハイベルドンでモンスターまたは魔法カードを無効にできる、でティアードロップで、なんか相手のモンスターリリースできる、で薄らいでなんか相手のモンスターパクれる、それから、白姫でモンスター効果無効にできるですね。いや、ケルドはいいか。まあ別にケルドはまあいいでしょう。許しましょう。ケルドぐらいであれば。で、アギドね。オッケー。まあ、そいつはリリースする必要もあんまないからいいか。で、サリーク発動か。じゃあサリークじゃスクリームか。これ無効にして破壊すんのか、トラップサーチされんのかこれ。いやめんどくさ、めんどくさ。いやでもこれここくらいしか発動するとこなくねえか。スクリームがで落ちたらやばいと思うんだよなモンスターが。いやこれ無効じゃねえこれ。ここもうなんかトラップサーチされるのもいいや、まあ、そこはもう甘んじて受け入れるわ。甘んじてな。でハイペリ効果魔法カードを素材にしてるんで魔法カードの効果を無効にして発動無効にして破壊できるんだけど、スクリーム君が墓地に送られちゃったのでトラップカードがサーチ入っちゃう。いやまあこれしょうがないな。まあうららはねちょっとね温存しておきたいんで、ここは普通にうらら打たずにスルーして、クライムか、 OK クライムね、なんでもうんこで、レイのハートは、レイのハートは白姫でさ、これさ無効にすんじゃん。でリリースすんのケルドだね。でこれで相手の効果無効にしていく。相手のモンスターをリリースして相手の効果無効にしていくとかいうあまりにも犯罪ムーブ。アルティメット犯罪ムーブ来た。これが立花っていうリッキーのね強いムーブですね。はい、相手のモンスターをリリースして相手のモンスターを無効にしていくという。いやこれ言うてシェイレーンとかないときついじゃん。オッケー、クライムとサリークとかかなだと思います多分。はいはい、でも殴られるのは別にいいか。これリリースするとやばいこと起きるから。ティアラメンチってこれあれだよね、レイノハートリリースした効果発動するもんね。いやーめんどくさいな。ティアドロップがあんまり妨害として成立しないぜ。まあとりあえずひとひらの効果は発動して自分がエンドフェーズによみがえってくるという効果が発動するか。さあどうする。あーケルドね、オッケーで戻していく、ケルドゥで戻していく。まあでも問題ないですね一応。コンコンがあるんで絢爛から入れるんで、まあ伏せカードが強いんだよな。クライム、多分クライムサリークとかそんな感じだと思うんだよね。なんとかして、あーひとひら来た。いや悪くないですよ、ひとひらはかなり、てか悪くないっていうか強い。で立花コンコン効果、一応立花魔法トラップカード1枚をデッキからセットできるという効果にチェーンして、一応ハイペルトンの効果が発動していく。ハイペルトンは、魔法カードを1枚墓地から回収するという効果。これね相手団にはね、あーんと、あサリークか、はいはい、オッケーいいよ。サリークで、ハイペルトン無効にされる。ハイペルトンは無効効果は相手団にしか打てなくて、自分のターンは素材を吸収する効果なんですよ。なんで別にここの向こうはそんなに痛くないです。で、立花絢爛をセット。で、やつの方が発動しますね、レイノハートね。
レイノハート効果、手札をぶん投げることによって自分を墓地から蘇らせながら、これおかしいけどね、やってることやっぱりやってることそこそこおかしいけど、いやこれ裏アウトで、多分これクライム打つしかなくて、通すんだったら展開を、まあそうだよね、オッケーで、クライム打って、はい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 、まあまあまあ、まあ、今のところいいんじゃない、なんとかなりそうじゃないか。さあレイノハート効果、自分の墓地に何らかのモンスターを送っていく、でハウフニス送る、でハウフニス効果、まあ、ハウフニス効果はいいや、薄らいでね、あの出てきたキットクラスパクればなんとなると思う、多分回して、今から立花流相手モンスターリリース&相手のモンスターパクるムーブ見せるわ。でキットクラス OK、 でキットクラス出てくる、でキットクラス効果発動に、これでしょ、立花の薄らいを発動、薄らいは自分のフィールドのモンスターをリリースして発動することもできるんだが、あ、これここ発動できるじゃん、神が神やったわ。相手のレイノハートをリリースしながら、相手のキットカラスをパクる。強すぎーありえん強い、あ、強すぎて草リッカだけに。え、ちょっと待って。あまりに強い。この、リッカコンコンとかいうカード、いかれてるだろ、これ。相手もこれ、驚きの、驚愕のこの、相手のモンスターリリース戦術。これはかなりやばいんじゃないですか、相手もう何持ってきたところであんま変わんないみたいな話ありますけど、ハウフニスが出てくるか、でもはい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 、いやでもハウフニス出てきたところであんま何も出せない説ないですかね。まあ問題はないですよ一切ね。まあひとひら召喚するじゃないですか。でちょっとモンスター効果あんま起動したくねえんだよな。あでも出せないか、ハウフニス出てきたところで多分ね、何も出せないわ多分これ、何にもいいよ。でこれ墓地肥やされるけど、いやこれ多分ね、キトカロス相手いないじゃん、だから多分ねこれ何も出せないんじゃない、これまあ、あでも一応モンスターも送られすぎると、あメイルね、オッケー。えでもメイルとさハウフニスから出ないでしょ、レインのハートいないし、カレットハート出ないから多分大丈夫だと。で白姫持ってくるでしょ、でこれでてかなんなら白姫で向こうに来たわ普通に今の。え、このデッキ強すぎない？このデッキ強すぎるんだけど、このデッキ強すぎて草なんだけど、でプリム持ってきて、で白姫持ってきて、ただ時間がないのがちょっとやばいな。ちょっと若干時間がない説があります。でリリースされたので、モンスターのがリリースされたので打点がどんどん上がります。でプリムは、モンスターがリリースされると、手札からビッグウチ出てきます。やば、ついよついよこのデッキで、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、ストレナイちゃん出す。でストレナイちゃん効果発動して、オーバーレイユニット1個切って、やばい30秒しかないで、トラップカードを回収したかったから、ちょっと時間がないぞ、時間がない、まあそれはいい、それは問題ない、それは問題がない、大丈夫で、いっぱい戻される、いっぱい戻される、千千だから、いやこれ殴って勝てるかな、3-2、いや これでこうか、これでこうして、これで殴って勝てるかもしれない、でこうしてでしょ、でこれリリース、るやばいやばい、20秒しかないぞ、急げ、ティアドロップちゃん頑張れ、でストレーナーちゃんも頑張れ、ストレーナーちゃんもリリースされるとエクストラデッキからインチキエクシー召喚ができる。あやばい、本当はこれちょっと除去できるんですけど、あるせいくんの効果でちょやってる時間ないんで、バトルですね、これでいってるよな、いってる、3-4になってるもんね、いってる、危ない、いけ、危ねえ、対戦ありがとうございました。ふぅ、タイムレスコンボお見舞いしてるところだったぜ。うららか、止まってくれますかね、うらら1枚程度で。まあこれで止まるほど甘くはない環境ではあるけど、あ、ウワンダリーズ、え、これ打つってことは事故ってんじゃないの、え、これ打ってみよう。これ
これ打つってことはこれワンチャンこれで事故ってる説ありますよね。ちょ早かったかなこれちょっと焦ったこれいやこれ実はこれこれで積んでる説ないですかね。あやったちなみにフアンダリーズは結構あのディアラメンツ環境でもディメンションアタックターぶん投げられるんで割と抗えるっていう話らしいですよ。まあ割とあのデッキ事故りますけどね。さあ立夏コンコン発動ですね。まあ一旦立夏星プリム召喚で、でそうですね、まあとりあえず立夏コンコンかな。さあ立夏コンコンの効果を発動していく。何らかの立夏カードを1枚手札に加えることができる立夏絢爛をセッティングで、まあ絢爛かで、絢爛はリリースしないでいくしかないか。展開伸ばすためにはリリースするとモンスターが足りなくなっちゃうから、いった白姫持ってきて、はい、でレベル4 2体でオーバーレイしてからボタンかな。さあとりあえずこれは特殊召喚できるという効果、 OK、 増字もない。でレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ほい、いけ立夏星それない、エクシーズ召喚効果そう、自分の墓地の、立夏カードか植物族モンスターを1枚回収するという効果、まあ絢爛ですね。これ次のターンの一応絢爛を確保、まあしけあのコンコンあると、まあ別に絢爛はいつでも回収できるんだけどな。はい、さあ行くぜ、立夏星ボタンの効果を発動するぜ。ストレナーをリリースし自身を特殊召喚、ダニーダニーやるじゃねえかおやるじゃねえかてめえ、普通にクリティカルヒットだぜ、普通にクリティカルヒットだぜ。え、相手分かれてたな立夏これ。いやこれに DD クロめっちゃうまいんですよ。あーはいはいはい、オッケーで無限法要でボタンね。いやこれうまいな相手、これ DD クロのタイミングめちゃくちゃクリティカルだわ。あのストレナイって一応墓地送られた場合効果あるんですけど、すぐ除外されると何もできないんで、まあ、普通に何もできないんでバトルフェイズですね相手うまDD クロだけで普通に止められたわ、チキショーで、ですね、まあ、一応、薄らいセット、まあ、あんま意味ないと思うけど、マスターセット、これでエンドかな。で、事故ってると思うんですよね。多分上級引いてんじゃないかな。未知の風使う落としなんで、多分あれ上級引いてんですよ。はい。でもこれ止めらんないんですよ。つまり初動を引かれるパターンはある。ですよね。やっぱり。やっぱな、そんなことだろうと思ったわ。いやーいやーいでーブルワー、クソ痛えな。まあクソ痛えけど、まあでも言うて白姫残ってるからまだ妨害はある。白姫が残ってるんで一応モンスターをイーグルね、オッケーでイーグルの召喚ね。いやここ白姫効果発動して、で一応立夏星ボタンをリリースすると相手のモンスターの効果を無効に生きるんですよね。あ、なんかあるね。あ、あれか、これあれか、あの試したくだな、これ。多分これ試したくだわ。いや、でも、まあ、無効になってる使用関係に使ってるんで、持ってきても多分これ出せないんで、あんま関係ないですね。地獄みたいなデュエル始まったな。あ、オッケー。まあ、相手も試したく打ったところで意味ないことが分かってるから、まあ、一旦、とりあえず打たないっていう感じなのかな。オッケー。で、1枚旅したくな。まあじゃあそんなにやばくはないんじゃないかな。多分これ次のターン動かれることないから、あ、絢爛かぶったら弱い、絢爛かぶったら弱いが、まあ一応絢爛は発動できる。で絢爛の効果発動、まあさすがにこれは一平じゃないと動けないから一平だね。で一平召喚でしょ、で一平効果発動で植物族モンスターしかもう出てこれない代わりに立夏モンスターを1枚手札に加えることができるため白姫持ってくる。いやこれでモンスター2体出てくれると劇的にでかいんだけど、これどうかな、これちょっとボタンを含むモンスター2体出てくんねえかピオネパチンコいきますね。
植物毒モンスター2体の魂をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、いけ。ピオネちゃん、舞い踊れピオネちゃん。効果発動、植物毒モンスター2体出ろ。2体。あ、それはいい。あー弱い。いや1枚は完璧やった。もう1枚植物出たら完璧やった。で、立花生ボタンの効果を発動。立花マジックトラップカード1枚を手札に加えることができるため、まあもちろんコンコンを手札に加えていく。で、コンコンを発動して、でコンコンの効果で、いやこれトラップカード羽ぼうきでいかれてんのきめえな。ちょっと一回絢爛セットするわ。まあ、ただ一応白姫あるんで、まあ多分なんとかあんじゃねえかな。なんかサーチか、どっちかを止めれます。召喚かサーチか。はい、あれこれ旅自宅発動しなくてよかったの。あれって相手旅自宅じゃないのかな。あれ月の書とかですかね。じゃあ速攻魔法っぽかったんですよね、チェーン的に。多分月の書とかそっち系なんかもしれんわ。なるほど。さあこれ結構きついと思いますよ相手。言うてロビーナ引かれると結構やばいけど、まあ、でもロビーナは一応あれですね、白姫で無効にできるんで。白姫ちゃん強いな。やっぱりこの墓地に白姫いる時の安心感パネーわ。うん、実質大迫優也、実質ね、実質大迫優也。さあ一平こうか。自分の墓地から特殊召喚されて、まあ、これこの石突きウィークはちなみにピオネで落とせるカードであり、かつ、ティアラメンツをメタレルンで入ってます。結構強いですこれ普通に。で一平の効果発動。さあ一平の効果によって、デッキからもちろん当たり前に白姫を、あとこれリンク先よかったな。まあいいか。で、白姫を普通に出していく。 OK。 そしてピオネの効果を発動するぜ。自分の墓地に存在する植物毒モンスターのレベルをコピーし、リンク先のモンスターをそのレベルにしていく。そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレイントを構築。エクシーズ召喚、立花生ストレナイ、ストレナイちゃんの効果を発動するぜ。ストレナイちゃんの効果により白姫を取り除くことによって、デッキから立花の薄らいを手札に加えさせて、そうね、薄らいを手札に加えさせてもらう。 OK。 そしてリバースカードオープン、立花絢爛、もちろんモンスターをリリースするぜ。ストレナイちゃんをリリースすることによって自分のデッキからモンスターを手札に加え、なっキモはお前やるな。まあ、白姫の効果で無効か。じゃあ白姫の効果を発動するぜ。相手のウララさえも無効にしていくとかいうアルティメット最強ムーブ。うわー、さあこれで手札に加えさせてもらうのは、これはですね、8ですかね。立花生スノードロップおよびセリオンズリリーボレアを手札に加えていく。そしてストリナーちゃんの効果を発動、リリースされた場合インチキエクシーズをすることができる。いけ、シナの森ゴミアルセイ。そしてアルセイの効果を発動。アルセイの効果によってデッキトップのカードを当てて、ゴキボールって言って、で外れた場合外れた場合相手のカードを1枚対象に取り、そのカードをデッキの1枚目または1枚下に戻すことができる。うわー帰れー、お前1番下に置いといてやろうか。そのカードなんだよ。じゃあ全然発動しねえけど、せいやな。これちょっとワンキル取りてえんだが、ワンキルとこれ打点足りる。これスノードロップ出す、ピオネリリース出す必要もなかった。これ別にこれボレア普通に出せばよかったな。1200、2400、2300、あ足りてんな、足りてますね。僕の算数が間違っていなければいけ。うわよしクソ事故不安デッキ処して気持ちがいいぜ。対戦ありがとうございました。うわーこれ親顔ムーブじゃね、親顔ムーブ、親の顔より見たムーブね。これ親顔ムーブじゃねこれ、これ親顔ムーブだこれ。なるほど、一体どんなデッキなのか楽しみだな
もはやもうこの親顔ムーブを見ると楽しみになってきたぜ。展開長っ、絶望的長さじゃん。軍神ガープわけわかんねえ。軍神ガープやば。軍神ガープくんは全てのモンスターを攻撃表示で叩き起こすというね。お前何でんだ起きろっていうね。ペンギン勇者、何ペンギン勇者は、真空召喚成功すると敵からペンギンモンスターを特殊召喚できるという効果。はい、なるほど。規定ペンギン、あーうまいね。なるほど。でガープでリバースしてなんかペンギンの効果を使わない。交差する魂、え違う、神出せ、出てくるぞ俺やばいモンスター来たんだけど、え劇的にやばいモンスター来たんだけど、バイロンキューブ、え、これもしかしてあれですか、え、これは軍神ガープで相手のモンスターを叩き起こしてオシリスの天空で小雷弾をひたさらにぶち込んでいくんですか紙芝居のつくあっつよあっつよつよだていひくれ。これでもな、線は厳しいな。テラフォーミング発動、テラフォーミング発動して、立花コンコン、いやこれと、これちなみにこれ通ったらマジでこっちのもんですよ。でこれ通ると一応リリースできるんで、相手のモンスターを代わりにね。さあ通せ通せ通せ、無理か。いやこれ、これ向こうにすんのうまいな相手。まあちょっと続きしないんでちょっと厳しいですね。では白姫出しに行くしかない。これ白姫出しに行くしかない。これ攻撃力、守備力がゼロの場合は将来弾打てないんで、はい、将来弾です。攻撃力が下がんないから大丈夫よし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 、いいぞ。でランク4できないもんな、ランク4ができないから、ちょっと待って、これコンコン持ってきたらいいんじゃね。これさ、分かったわ。いやこれ効果有効になるから、白姫リリースじゃないですか。でこれ特殊化化して、で一応ガープで攻撃表示になってから将来弾ぶち込まれて強っこの無限将来弾クソってんだけど、ちょ特殊召喚、守備表示の特殊召喚許されるのやめて。でこれね、多分ね、これね、いやまあ死ぬよ、もちろんもちろんポタンは死ぬ。いやただこれ多分コンコンとイスライあるからワンチャンなんとかなるんですよね。まあ、5セットするしかなくて、あ、そうか、縦なんとか、うわ、キモキモキ、ええ超ライダー撃ってないんだこれあ、そうなんだ、セットして攻撃表示になったらこれなんか、あ、そうか、召喚召喚属召喚じゃないもんな。え、クソなんだけど、え、これ普通に面白いですね、パイキッド。え、要はドジリスク知らんかった、あ、そうなんだ、えい、クソ弱くね、ゴミ弱いんだけど、ドジリスとかいうモンスターなんか普通にケルドーに殴られて殺されてっけど、ケルドーに殴られて殺されてっけど大丈夫あなた。ちなみになんですけども、ウスアイとかいうガチでヤバいカードの効果は、相手のモンスターパクるって効果ありまして、でそれを相手のモンスターリリースして発動することができるんで、普通にサベージとかあの辺のモンスター全部普通に無効にできる、無効にできるっていうかリリースできるんですよね。なんでどうなるかっていうと、ちょっとお見せしますわ、分からせるか。さあ、リッカのウサイの効果、もちろん相手のモンスターをリリースしながら効果を無効にしていくとか劇的にヤバい効果。さあ、そのサベージを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 何一つ生かすことができずに普通に死んでいくスタイル、それはいいや。はい、オッケー。いや、あるある、全然ある、全然ありますよ、全然あります。ドジレスデッキなんかめちゃくちゃ頑張ってたけどドジレスくん完璧返せましたけどじゃなかったな、あのモンスターってなんか神見るも無残に、なんか変な謎のケルドとかいうモンスターに普通にぶん殴られて死んでっけど大丈夫ユウキ君